いやどうも、和田氏です。よろしくお願いします、今日も。で今回はちょっとこういうあのお便りをいただきまして、お前ら味覚どうなっとるんとか、味覚ちゃんと分かってんのっていうコメントって、結構もう何年も前からちょいちょい来てて、確かに僕自身もなんか偉そうになんかこれこういう味ですねみたいな毎回注釈つけながら動画作ってるんだけど、正しいのかなっていうのがちょっと僕の中でも疑問があって、で今回は神楽坂駅から徒歩、3、4分ぐらいのところにある白夜さんっていう和食のお店があるんですけど、今回は料理を出してもらって、でこれこういう味ですねって感想を言って、合ってますかって言って、それを実際にこうチェックしてもらおうかなと思っております。さあ大食い YouTuber は味覚がしっかり生きてるのでしょうか。ぜひお楽しみいただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速本編の方行ってみましょう。おいし、はい、ということで競技の結果なんですけど、とりあえずまあ、見たら分かっちゃうよねっていう根本的な話になって、アイマスクしながら食べることになりました。はい、料理人の方々にどうですかって聞いて、まあ合ってればセーフで、で間違ってればなんか罰ゲームを用意してくれたらしいので、そちらを甘んじて受けようと思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあしばらく待ちます。じゃあ行きますね。はい、はい、失礼いたします。この辺にあります。これですね。はい、それです。とりあえず和食なんで最初先付けなんで、そんななんかどうなんだろう。いただきます。あーなんか煮こごりポン酢かってことは、なんか複数種食べちゃった気がする。いや多分1個ですあれなんか最初なんか一瞬シソみたいな味した後に苦味がの来た感じがしたんですよね。やべ今は多分複数種いったかも一通り食べました。一通り食べました。なるほど。なんか僕のあくまでまあそんな弱気なこと言えないんだそうですね、やっぱ先付けなんで結構あっさりめな料理で、なんかこれから食欲をかきたててくれるような味付けだったなって僕の中で思ってて、で多分ポン酢ベースのジュレで、野菜が菊の葉みたいな、なんかなんだっけ、なんかそんな感じで、で多分メインに乗ったのが多分ホタテかなって思いました。でシソ乗ってるのかなって思いました。以上です。どうですか。もうだいぶ合ってます。お、合ってますか。だいぶ合ってます。セーフ。セーフ、これはもう全然セーフ。お、やった。ちょっと見ていいですか。これすごいです、全然すごいですね。おお、あ、そうイメージこれだったんですよ。これのイメージあったんですよ。菜の花です、これ。あ、菜の花だったんだ。菜の花の苦味と、あとシソのお花一緒に召し上がったんで、その時シソの香りがしたんですか。あ、なるほど。そうです。意外と合ってる。大食い YouTuber 結構蓋は開けてますので、はい、はい、失礼いたします。ありがとうございます。そしてそこです。うん、なんか、うん、多分カツオだしだよね。知らん味こんな食べ方したらやばい。うん、あ、分かる分かる、これは分かる、これは分かる。
やべえガチムズ食材みたいな来た感じだまずカツオ系の出汁でこう煮立ててやる、メイン食材はもうこれは 100% 白子です、で、野菜が多分2種類使ってあって1個がね最初に食べたのが多分カブみたいなカブなんか2個目に食べたのが多分なんだっけゼンマイなんかゼンマイになんか近いなんかなのなんかそのなんかなんで野草みたいななんかそんなんかなと思ったんだけどなんかいやあと食材はあったもうあれから白子カブゼンマイでお願いしますこれはどうかなこれはまあ残念ですかねちょっとあ1個分かりやすいのがちょっとあれだったんで白子あってたんですよ。白子あってた。あとそれがね、こごみっていうんです。白子。あと一つ食べたのがタケノコ食べたんですよ。嘘。タケノコが分かんなかったね。ちょっとアウトかな。あ、そっか。タケノコだったんだ。タケノコもかぶっていったんですね。そうそうそう。バカだよな。じゃあ罰ゲームドリンク。はい。というわけで、一応まあどこのとか特にないんですけどこのまず罰ゲームとしてまずこれを一杯これは日本酒ですね日本酒ですの濁りって呼ばれるものですねアルコールもちょっと高いですねおあの香りはあ結構癖強いかもしんないこれやばいやばいやばい結構癖強めですこれ何回も飲んだらマジで味わかんなくなるかもしんない取りやすいようにこう3日ずつしてますはいありがとうございますあそうですねそうだねそれから、はい、それが一つとたぶん白身魚で淡水魚じゃなくて赤身だこれたぶん僕これマグロだと思うたぶんやべえで2つ目が今白身魚でで多分その臭さみたいなのがなかったから多分淡水魚じゃなくてでなんかいやヒラメとかそっち系じゃないんだよななんかなんか身がちょっとつるっとしてた感じがしてて食べもうないですかあーやべえやばい1個目はマグロあれで、2個目が乗ってないあ、そっか、乗ってないかイサキお、イサキで、お願いしますファイナルアンサーでファイナルアンサーで残念残念です、どっちも残念ですうそ一つはサワラですあもう一つはハタっていう、まあちょっと難しいんですけどクエとかアラとかに似た魚のあこれは全然ダメですねやっぱ魚の知識はさあちょっとサワラが若干柔らかいですからねしかもか川魚ですよねサワラっていや海ですよあ海だなよかった そこだけ合ってたんだいただきますやべ自然と出しましたけどありがとうございます香りがするんだよなはい持ってきましたはいじゃあ4品目、はい、よいしょあ結構皮があそう取れなかったすいませんくっつけますあそれです
うん、あの脂身がめちゃめちゃ強いと皮がしっかり、ちょっと待ってうん、こういうゲームですね。それで、あの、一通り食べてる。多分、メイン、うなぎじゃねえかなって思った。で、付属品が、わかんないけど、多分、ネギと、みょうがかなと、思いました。お、ファイナルアンサーで。ファイナルアンサーで。そうですね、うなぎは合ってます。あー、なんかうなぎ分かりやすいですからね。うなぎは分かりやすいですね。ちょっと付属品まだありますか。付属品まだありますよ。あれ、はい、こうあんしていただいたら、あ、もうちょっとだけ、オッケーいや、違うんか。え、ものすごいみょうがを感じるんですけど、僕の中で。あー、みょうが、あれ、みょうがじゃないんか、これ。いや、自信がなくなってくる。いやいや、それはもう、全然自信満々に。みょうがです、はい、はい。まあ、さっぱり食べれるもそうですね。あと今の季節的なもので、はい、山菜を使ってまして、うるいっていうの分かります？知らない知らないやつだ。うるいっていうのと、あとふきのとうです。あ、ふきのとう分かります？ふきのとう分かります。はい、見てみてください。うるいとふきのとうです。この黒いのがふきのとう、ちょっとあの炒めたものですね。うなぎと一緒に食べていただくような。ふきのとうだ。みょうがじゃねえ。そうだ、ちょっと苦味がちょっと似てたから。そうだ、ふきのとうそう、いや、あー、くそ、悔しい。はい、あります。ありがとうございます。なにこれ。え、一品ですよね、今食べたの。今は一個です、多分。なんかね、詰め物、いやでも詰め物じゃないんだよな、なんか。はぁ、なにこれなんか、極端に言うと、なんか1個目が、はい、卵みたいのが入ってて、はいはいはい、2個目がちょっとなんか、綿というか、なんか内臓チックなものを感じたんで、はいはい、椎茸と、はい、春菊と、はい、イカの煮物かな。正解です。お、イカです。あそこも、わ、ドンピシャです。いやー、よかった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 。小ヤリイカって小さいヤリイカですね。それを、あ、足をこう内臓と卵と一緒に詰め込んで。あ、詰め込んでるんだ。そうです。一番最初は卵のところと、あと綿が入ってる、綿の味と、あのゲソのところが入ってるね。あ、まあ、詰め物みたいなのが合ってます。詰め物かなって思ったんですよでも、あ、まさしくあってますね。意味が分かんなくて大正解です。じゃあとりあえず焼き魚。はい、ありがとうございます。あ、ちょっと待ってますね。はいよし、いきますね。はい、はい、どうぞ。ちょっと無水なんですけど。うん、あるね、あるんだよ。なんか僕の中で多分答えこれかなって今出たんだけど、あの食べれば食べるほどね、疑心暗鬼になるんだよこれマジでいや、こんな香りあったっけとか、こんなになんか、いや、これなんか魚をそのまま多分塩焼きとかじゃなくて、多分なんか味噌とかで焼いてるのかなと思ってて、僕の中で今真っ先に出てきたのは、まあ、タラの西京焼きが真っ先に出てきて、いやでもなんかどうなんだ、なんかね、食べるごとにね、ちょっとね、深海魚感を感じてきちゃうんだよね僕の中で。なんかそれこそ動画で言ってるの使ったか分かんないけど、なんかメロとか、なんかああいう系の脂身がすごい強くて
身のほぐれ方がすごい柔らかいっていう、結構多分深海魚系で結構なんかあるなんか分かんない、いや銀だらの最強焼きで正解。うわすごいです。よかった。なんだこれ、なんだこの状態当たってた。銀だらです。あ、よかった。銀だらの最強焼きです。真ん中です。いや意外と分かんないもんすよこれ。銀だらの最強焼き。いや、デザートです。ありがとうございます。まあもう形状で分かるんであれですけど、モナカなんで中身を当ててください。挟んで巻くとこぼれそうなんで、なるべく前かがみの方がいいかも。あ、そう、そんなのだった。ごめんなさいね。めちゃめちゃ美味しいんですよ、はいはいはい、美味しいんですけど、はい、中身を当てるためには、はい、モナカの味がちょっと邪魔して分かんないちょっと、はい、モナカくんの主張がちょっと思ったよりも強くて、モナカの皮の主張がなんか、あ、分かりそうって瞬間にモナカの味がふってこう横から入ってくる感じがすごくちょっと今あれですか、それが一体感ですそれが一体感なんですよね。それが一体感ちょっと結構もう半分いってるんで結構わかんないですこれ。溶けた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 モナカです、はい、牛皮があってあんこがあって、はい、抹茶アイスです。お、抹茶アイス、お、正解です。これで完結ですか。完結です。よしわあ溶けた溶けたって言ったのか、アイスが溶けたのこと言ってるのかなと思って。あ、違いますいや、一瞬コーヒーかなと思ったんですよ。おお、苦味が、苦味とただ、生クリームってなってコーヒーアイス違うと思って、うん、なるほど、抹茶アイス、抹茶アイス、うん、正解です。うん、ふん、美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、というわけでエンディングでございます。エンディングです。というわけでですね、いかがだったでしょうかね。結果としては4勝3敗1分けぐらいですかね。そうですね、うん、やっぱねこうやって対峙してみると自分が分かってるものと分かってないものの差がめちゃめちゃ激しいなと思ってたんだけど、僕やっぱ視聴者さんご存じの通りタバコ吸ってて、で大食いして、まあ要は言い方悪いけどめちゃめちゃこう塩分の濃いものを食べたりとか、まあそれこそ旨味調味料みたいなのガンガン入ってるような料理も食べることももちろんいっぱいあるし、でもそういうのやっぱこういうところで食べて、まあある程度は料理の味が分かるってことなんで、まあ、あんまり大食いをしたから味覚バカになるとか激辛食ってるから味覚バカになるとかあんまり関係ないんじゃないかなって思いました。っていうか多分僕が生き字引というか立証になってるんじゃないかなって思うんで、あまり怖がらず激辛だったり大食いだったり好きなものを食べていいんじゃないかなって思います。あ、なんかなんでもし今後なんかこの料理どうなんとか分かるみたいな感じで言ってくれればなんか頑張って、ね、交渉して頭下げてくるんでなんか一流のフレンチの味分かるのかみたいな言われたらなんかどっかね一応知ってるところはいくつかあるんで頭額にこすりつけてお願いしてくるんでやりたいのでよろしくお願いしますというわけで今回は日本料理ばっかりというわけで今回というわけで今回日本料理白夜さんからお送りいたしました。本日もご視聴いただきありがとうございました。この時間もドラッグをお送りいたしました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。あったくしねろよ。僕からは以上。